こんばんは、ミネラルウォーター大全伊藤です。今日はディズニーアナと雪の女王オリジナルミネラルウォーター、こちらを紹介したいと思います。じゃあ早速ラベルを一周してみましょう。特徴的なですねボトルの形状が、目を引きますね。これ実はですね他の製品でも使われていまして、キティちゃんのリボンの、絵柄のですね製品と同じですね。この奇抜っていうかですね変わった形状のボトルに目を奪われがちですけども、これ持った時に非常にこうグリップがいいので、持ちやすいんですね。その点はすごく良かったなと思います。そしてですね、私まだ実は2000これ撮影している時点で2015年6月23日の夜なんですけども、まだこのアナと雪の女王という製品作品をですね見たことがありません。ですからこのキャラクターの名前は分かってもですね、どういうキャラクターなのかというのがさっぱり分かんなくてですね、感情移入ができません。そしてですね、採水地が宮崎県えびの市ですね。私まだ行ったことがないので、いつかですね行って水スポットを回っていきたいなと思っております。現場を訪れるってことにですね何よりも楽しみを感じている私なので、これからもですねいろいろな採水地を訪れて皆さんにレポートできたらいいなと思っております。株式会社ムックが販売者ですね。こういう変わったボトルの形状の製品はですね、まず株式会社ムックがですね、販売者なんじゃないかなと疑ってみるのが見るとですね大体当たるというですね、それぐらいいろいろな製品を世に出しています。例えばキャラクターものであればドラゴンボールとかドラえもんとかですね、キティちゃん、リラックマン、そんなようなやつがですね、たくさん出ています。そしてですね電車の形状をした例えばドクターイエローとか、北陸新幹線とかですねいろいろな製品も出ていますので、もしかするとですねミネラルウォーターより売り場よりもですねお土産屋さんとか玩具売り場なんかにもですねおもちゃ売り場ですねなんかにも置いてあることがありますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。高度がですね 43.4 pH が 8.1 ですね。大変飲みやすい水でした。キャラクター目当てに買ってもですね、楽しめる味だと思います。誰が飲んでも嫌いとは思えない、そのような一般向けの万人向けの水だと思います。高度が低いので活躍の場が広いと考えます。そんな感じですかね。先ほど申しました通りですね、玩具売り場等にも売っていますので、皆さんぜひ興味のある方は手に入れてですね飲んでみてください。そしてですねこの製品飲んだ後もですね他の水を入れて楽しむこともできますので、ぜひよろしくお願いします。